ター指摘をお願いいたします。皆さん、明けましておめでとうございます。昨年は新型コロナの影響で、オンライン開催となりましたけれども、昨年とは間違いなくワクチンの接種が進展したり、治療薬の承認と状況が一変しております。保健所のご指導のもと、この会場からはですね、決して濃厚接触者がこれならば発生しないだろうと、そういった形式で直接お訴えをする機会を設けさせていただくように決断をいたしました。今回の県政報告は手短に次の3つのことをお話をさせていただきたいと思っております。まずちょっと刺激的なテーマで申し訳ございません。宮山市の皆さん、とっても奥ゆかしい方が多いんですね。で、外部の方から宮山市って何があるんですかと言われると、自虐的に何も半ばいと言われる方が非常に多いと。でもそうですかというふうなお話です。そして2つ目、オミクロン株が猛威を振るって第6波真っ只中と言われております。福岡県も、いろんなことで苦労しておりますが、じゃあ新型コロナ、福岡県どうやって戦っているのか、特に医療体制について、まあ、今日はですね、横倉日本医師会名誉会長いらっしゃって、その前で大変話しづらいんですけれども、議員の立場でご説明させていただきたいと思います。そして3つ目、開校から15年、令和5年3月に閉校が決まっております、宮山市の保健医療経営大学、宮山市にとって大きな懸念である跡地問題について、先日、西日本新聞が特ダネをすっぱ抜いておりました。この件についてその裏側も含め、今日お集まりの皆さんだけにお話をさせていただきたいと思います。たった3つこのお話でございますので、最後までぜひ眠らずに聞いていただければと思います。ではまず最初の話、皆さん本当に知らない方、宮山何、どんなとこって言われた時、反射的に宮山何も半ばいと答えてませんか。話急に変わりますけれども、昨年一番感動したことって何でしょうか。人それぞれあると思いますけれども、私は東京パラリンピックオリンピック、これが開催されたことでした。柔道の曽根明選手、野球ソフトボール、パラリンピックではマラソンの道下選手など、いろんな選手たちが金メダル取るなど大活躍していただき、私どもに感動を与えていただきました。そんな中、私の心の中での第1位はパラリンピックでですね、バタフライ 100m の視覚障害の部で木村敬一選手という方が金メダルを獲得したことが一番感動いたしました。木村選手は2歳の時に先天性網膜剥離で視力を失い、プールで泳ぐ選手の姿さえ全くイメージができない。それでも五輪の競泳で金メダル5個取ったオーストラリアのイアン・ストープ選手に10歳の時に出会い憧れ、僕もイアン・ストープになりたいと一大決意して水泳に打ち込まれました。リオオリンピックでは銀メダル3つと銅メダル3つを獲得した、そういった有力選手ではあったんですけど、金メダルを獲得したことがなかったんですね。で、その木村選手が東京で初めて金メダルを獲得して、表彰式で国歌が流れた瞬間にもう号泣をされたんです。で、私はこの号泣のシーンを見て、ああ、目が見えないハンディ持ちながら挑戦し続けてやっと金メダルを取れたと、その感動の涙なんだろうなと勝手に思ってたんですけれども、それは浅はかな考えでした。木村選手はその直後のインタビューでその涙の意味を明かされました。木村選手こうおっしゃったんですね。自分はメダルをいただいても何色かわからない、君が代が流れた時に本当に1位を取れたんだと実感できたと、目が見える私には想像もつかないようなコメントでした。そして木村選手のおかげで目が見えないという状況にわずかでも思いを馳せることができました。パラリンピックとはやっぱり全ての人々にとって本当に尊く意義深い大会だなと思った次第です。そしてそんな感動や気づきをいただく中、最大の功績は日本がオリンピック・パラリンピックをデルタ株が猛威を振るった第5波の真っ只中、さまざまな議論がありました。その中、開催をしたことだと感じています。日本は東京でオリンピック・パラリンピックをやるんだと
世界に向けて、そして世界のアスリートに向けて約束して、その約束を新型コロナという人類史上まれに見る最大ともいえる困難の中、完璧とは言えなかったかもしれません。しかし国民の英知を結集してやり遂げたこと、これが私が昨年一番感動したことです。皆さん覚えてらっしゃいますでしょうか。今から7年前、この会場、2015年の新春の集い、私が自信なさげにオリンピックの事前キャンプを宮間市でやれればな、宮間市に誘致したいんだなと言ったこと、その当時は翌2016年に筑後広域公園にオープンする県営のプールを念頭に置いた発言でありました。その結果、アメリカや中国のような超大国のキャンプは無理でしたけれども、今日来ていただいてます金子市長のいらっしゃる柳川市、そして築城町、宮古町、協力して4市町でグアムやミクロネシアなどオセアニアの15カ国で構成されるオセアニアオリンピック委員会の選手団を受け入れを目指して誘致活動をすることになりました。複数の市町で複数の小国のキャンプを受け入れるというのは当時日本初の試みと言われたんです。このユニークな取り組みができたなと私自身も思ったんですが、真っ向から反対される方もいらっしゃいました。その方が言うのはですね、キャンプを呼んでも宮間には泊まるとこがないと、柳川とか大牟田とか筑後のホテルに泊まってもらって選手を運ぶだけじゃないかと、そういう批判を受けたんですね。私はもう猛反発いたしました。いや、直接的なメリットなんじゃないと、世界的なスポーツイベントが日本で東京で行われるんですよ、その熱気を宮間でも感じて当事者意識をみんなが持てることが大事なんです。宮間にないもの、ホテルがない、食事をいっぱいするところがない、そんなものは足りないところお隣から借りればいいじゃないですか、お互い足りないものがあれば相互補完すればいいということをお願いした次第でありました。最終的には多くの皆様にご理解をいただき、宮間市、柳川市、築城町、宮古町、この福岡県でもそれほど大きくない4つの市町が共同でオセアニアの小国15カ国のキャンプを誘致する基本合意書に2017年の12月に調印することができ、その後は4年にわたり何度も事前視察やキャンプ、こういったものを開いていただくことができました。デルタ株の流行がもう始まって、五輪本当にできるのかと危ぶまれる厳戒態勢の中、昨年7月にはグアムの水泳選手たちに直前合宿を無事行っていただき、ご覧のように地元中学や、これは大和高校の生徒さんなんですけれども、こうやって激励に駆けつけてオリンピアンとつながり、オリンピックを身近に感じる経験ができました。間違いなく一緒に応援した彼らはこの県南にいながら東京オリンピックに参加することができたんです。そして最大のサプライズは東京オリンピック開会式にありました。事前キャンプに来てくれたグアムの選手たち、これを応援しようと、その勇姿を一目だけでも見ようと、私テレビにしがみついて NHK の全国の生中継、びっくりすることが起きました。ご覧ください。日本人に人気のリゾート地、アメリカ領のグアムです。競泳や柔道、陸上などに5人が出場します。このグアムのチームは福岡県宮間市で事前合宿を行ってきました。世界最大のスポーツの祭典、その開会式で3万6000人しか人口のいない宮間市が紹介される、私は本当に鳥肌が立ちました。最高瞬間視聴率 60%、 日本国内で7000万人が見たと言われる NHK の全国放送です。放送直後からメールや LINE で宮間の名前が出たねと、事前キャンプの応援を着た子どもたち、あるいは宮間市在住の仲間から、あるいは宮間市を離れて
東京や大阪で頑張っている同郷の方々、あるいは全く美山市に来たことないんだけれども板橋は美山に住んでたよね、それを覚えてた友達からメッセージの着信音が鳴りやみませんでした。決してテレビで紹介されるということがすごいというわけではありません。ただ事前キャンプの受け入れなどを通じ、地方にいても世界的スポーツイベントに主体的に参加できるという経験をしていただいたことが尊いんだと思っております。必要なことはないものねだりはなく、あるもの磨き。ここには何もないと思ってた方が何かあるぞと、あるものを見直し磨き上げていこうと前向きに行動する、これこそがここに生まれてよかったと、美山に生まれてよかったという郷土愛につながると信じております。これが最初のお話です。